クエストをいただいていた、ささやきながら動画を撮ってみるっていう ASMR 音フェチのメイク動画っていうのを今日はお届けしていきたいと思います。今日のメイクのテーマはカフェラテなので、カフェラテを意識した色味のメイクになってます。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。まず今日はこれぐらいのトーンでいいのかな。まず今日は日焼け止めまでは塗ってきたので、まず最初にこの光源堂のマイファンシーメイクアップカラーベースパールホワイト、これを使っていきたいと思います。これをツヤを出したい部分に塗っていきます。大体こう目の周りだったりとか、あとは T ゾーンだったりとか、あとこういうくすみが気になる部分に塗っていきます。こんな感じです。そうしたら印のこれなんだ、ナチュラルフィット UV ファンデーション、こちらを使っていきます。ライトナチュラルのお色です。よく振ってこんな感じね。以前の動画でも紹介してるので、そちらも見てみてください。そしたらこれをこのスポンジでのせていきます。なのにこうしっかりフィットしてくれるファンデーションなので、最近ちょっとナチュラルっぽいメイクをすることが多くなったので、これも結構使っています。あとまあ今日結構こうアイシャドウとかアイメイクの方がブラウン系だったりとか、やっぱカフェラテなのでダークっぽい色を使っていくので、しっかりお肌にツヤを出していこうと思います。落としちゃった。使っていくのはこちらアリタウムのマジックコントーリングハイライターナンバーワンのオーロラっていうお色です。塗っていきたいと思います。
感じで、ほんのちょっとナチュラルに、ちょっとブラウンレッドの色がなるようにしたら、この上から皆さん、ネイチャーリパブリックのボタニカルクッションブラッシャーピンクのものを使っていきます。スリスリしていきます。そしたら待ってる間に眉毛を描いていきます。このベネフィットのものを使っていきます。チークをスリスリしていきます。こう指の力を抜いて優しく、そうするとこっちよりも自然に馴染んだ感じになります。はい、こんな感じです。そしたら次にグレードポーボーテのオンブルクレームソロ305のお色です。どういう色かっていうと、優しいブラウンのお色になります。これをベースに使っていきます。ではこれをベースに塗ったら、次にこのカラーグレムヒデンシャドウの2番ミルクティーラテっていうお色を塗っていきます。これはさっきよりはこう狭めに。マスカラを塗っていきます。
ベースをこれで塗ったら、唇の真ん中だけこのスタイルナンダの908のお色、これを塗っていこうと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で。